よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。以外にも敵がいるんだろう。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。
ターの車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。侵入者の仕業か？分からん。油断するな。何だ？大丈夫、任せて。撃ち抜くぞ。いけるか？
返してるぜ。やっぱりどころ
かねえな。やる。確実に。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく
科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。明日以降で頼む。へいへい。封鎖されてる。触らない方がいいよね。くそ、生意気な。とにかく上へ向かおう。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ああ、じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろ。もうちょっとかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃないか。ティワ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。